で、作り。まずは日本酒。ほんでですね、今日はね、冷蔵庫にね、鶏肉あったんで、これで何作ろうかな。スープカレー。スープカレー作れるかな。スープカレー作っていきます。スープカレー作りたいんだけど、どうしていいかわかんないけど、とりあえず肉。肉使ってもいいな。なんかもう、ドリップがすごい。どうなってるのこの肉。こうか。こっちは？こっちはどうなってるの？もう結構大きいですね。ちょうどいいね。でも、皮は剥がしません。けど、もう筋だけ取りたいんだよね、本当はね。取りたいけど、取り方わかんないからいいか。いいな。でや。できるかな。ずっと煮てれば柔らかくなる。って、うん、聞く人いないんだけど。お肉完成です。で、今切ったんで、に下味、下味いるかわかんないけど、とりあえずこう入れて、これに味塩、今日味塩、味塩と美味しい塩でしょ、美味しいんだよ、ね、味塩、あんまりしなくていいの、まあまあ、あんまり入れてもない、で粗挽き胡椒、見てよかった、粗挽き胡椒、粗挽き胡椒。胡椒たっぷりして、あまりやると辛いの。スパイシー、夏はスパイシー。で、ここに日本酒も入れておこう。またの俺が飲みます。いい感じじゃない？と、あ、でか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 。鶏肉完成です。あ、下味が。とりあえず油引いて。出てきた。そしたらですね、さっき下味つけた鶏肉皮目から まずで、お肉なのでここでクミンを振ってみよう。クミンちょっと焼きます。ちょっと、ちゃんと焼きます。うまそう。うまそうだね。問題はこれを柔らかくできるのかわからないので。もうすぐ入れて漬かったから、全部水分出たね。味がなんだよ。お肉、肉汁ジューって出た今。すげえ、なんだこれ。水じゃなくて油か。元ひっくり返しますか。あ、元する。後でもう一つ皮目だけ焼いた方がいいように。あ、でも、でもいい感じ。で、こっちの面にね、クミン。お肉にはクミン入ったんですね。おや、油だね、ほとんどね。いい感じだ。皮目の方も皮取りたくないけど、いい感じ、いい感じに。皮目の方強いんで、もうちょっと焼きます。やばい、いい感じに。クミンって何、香りそんなに感じないけど、肉にはクミンでしょみたいなのが入る。肉料理がスパイシーになる。全然スパイシーな香り感じに。何なのかな。これくらいでいいかな。で、一回これを取り出しておきます。まあそうだよね。
五、二、五。で、燃えないんだよね。すっごい油。これはちょっと多すぎる。で、今油をちょっと拭いたんで、ですね。ここに玉ねぎ入れるよね。やんねんだけど、玉ねぎ。ちょっと変な切り方したんだけど、玉ねぎ。ちょっとニンニク、いいか、もういい、いいのか、これこれでいいのか。ストローね、ストローをとりあえず広めといて、さっき焼いた鶏肉、いい感じじゃない？それで、今日は僕はカレールーで作ろうかなと思ったんだけど、家にスープカレー、家にね、スープカレーの素があったから、これ使っちゃう。これを入れます。さて、どんな感じ？なんか、すげえ強烈な匂いするけど。香りがすごい、すごいね。こんな感じ。はい、今市販のスープでお肉煮込んだんで、ここでね、量少ないんだよこれ。これでこれぐらいしかないから、これじゃあうちのメンバー足りないから、足りない。もう俺もスープ多いの好きなんで、ここにお水入れて、ジャワカレー。まあ、本格的な、だから、スープカレーではないんだけど、ベースができてるんで、ここにジャワカレーをぶっ込みます。ジャワカレー。とりあえず2かけかな。2かけ入れて、味見をしながら、この時は、火を止めた方がいいの。さて、熱い。どうですか？スープカレー完成です。で、野菜は今、素揚げしてもらってます。入れの一つ忘れてたんで、今から入れます。カットトマト。これ、味見ながら入れないとね。今ね、味見してね、なんか家にあったスパイス、なんだかんだ入れてみました。完成。今度こそ完成です。で、完成したんで、盛り付けていきます。今日はね、お肉大きく鶏肉やったんで、うまそう。ここにトッピングです。素揚げにした野菜、ナス。なんか完璧だよ、うまそうだよ。かぼちゃ、ピーマン大好き、あと得体の知れない真っ黒焦げ、多分じゃがいも。完成です。あ、ゆで卵だと。ゆで卵さっき ゆでたんだ。完成です。いただきます。さっき我慢できなくてビール飲んじゃったからね。ハイボール。あ、うまいうまい。いただきます。どれどれ？これ面白いのは、これ黒すぎだよね。まあ、スープからいきます。あ、ね、ジャワカレー入れたのちょっと失敗かな。でもうまい。うん。うまい。この黒い物体 X 食べてみます。あ、うまい。なんだか見た目悪いけどうまい。ちょっとしょっぱかったな。あれね、レトルトじゃねえや。市販のルーはしょっぱいね、やっぱね。最初スープカレーのほんとスパイシーな匂いだったんだけど、入れちゃったから。まあ、うまいんだよ。ジャワカレー強いわ。うまいです、でも。
俺が一生懸命今日焼いて煮込んだ、お、柔らかいか、いい感じか、鶏肉、あ、まあいいよ、鶏肉どうでしょう、あ、あっちへ、うまっ、お家になかったけど全然いける、大好きなかぼちゃ、うまっ、今日もおかわり確定ですな、これ、うまい、うまい、スープカレーには固ゆでがね、合うよね、本当にすごいうまいおでん的な味、すげーうまい、卵買って卵もらっちゃってピーマン、ピーマンも大好き、うまい、フレッシュトマトっつうかカットトマト入れたからこれもあり、やっぱ入れるべきだね、美味しい、ナス2つ入ってる、ナス、ナスも、ナスおかわりしちゃった、うまい、うまいよ、うちの妻もうまいって言ってるから、うまい、鶏肉がホロホロになってよかったわ、あっちいんでね、うん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 、うまい、うまい、うまいよ、本当にうまいよ、あーうまい、あのなんかさ、今日のうちのナスなんか網網に焼けてんだけどすげえね、あ、揚げたからこうなってんの、網で焼いてるステーキの感じになってます、はい、最後、最後はですね、ご飯ちょっと残してホロホロになった鶏肉、あとかぼちゃ、今日のすげえな、ほんと鶏肉でね、今日のスープに卵、ゆで卵すごいうまい、青こうのっけて、のっけて卵がね、さっきね、スープと和えたらね、すげえうまかったのよ、締めです、バカうま、鶏ホロ、あ、ほんとおでんみ、うん、塩味がスープになるとすごいおでんっぽい、あ、もううまいわ、ほんとにうまい、鶏もこれホロホロ、うん、うまいっす、飲んじゃうよ、ハイボールと合うね、うまっ、卵がね、うまい、鶏もうまいけど野菜系、今日の一番美味しかったのは俺はピーマンです、完食、まだお酒あるからこのスープ残してるのよ、うまいだな、あのお店で食べる本格的なスープカレーじゃないけど全然家でも美味しいよ、ベースはまあね売ってるやつしか使ってないけどね、やべ、もうスープうまい、カットトマト入れるっていうのはありだね、酸味が加わって夏だからね、いいね、
完食。うまかった。すごいうまかったです。ごちそうさまでした。酒は飲みます、今から。